週刊デジタブル第20号です。今週はデジタル画像の形式についてです。デジタルで表示される画像には主に2つの形式があり、ベクトル画像とラスター画像と呼ばれています。まずはこの2つの画像の違いを理解しておくことが重要です。コンピュータグラフィックスには主に2つのタイプがあり、ベクトル画像とラスター画像に分けることができます。ベクトル画像はベクトルと呼ばれる数式を使って線や曲線を定義して画像を描きます。ベクトルを使用するプログラムはテキストおよび拡大縮小に関係なくくっきりと鮮明な線を保ちます。ラスター画像はピクセルの名称で知られる四角形のグリッド、すなわちラスターで構成されています。ラスター画像は写真画像など色と色が重なり合っている画像に最適ですが、解像度と密接な関係にあるので、低解像度、例えば 72dpi で作成した画像を高解像度のプリンタで出力すると遷移度が低下します。ベクトルとかラスターとか初めて聞く言葉です。ラスター画像が正式のようですが、一般的にはビットマップ画像と呼んだ方が分かりやすいかもしれませんし、デジタルが当たり前の今日ではもう写真画像と呼んでよいでしょう。ベクトル画像は基本的に描かれる、すなわちドローイングなので、ドロー画像などとも呼ばれています。それなら日常使っていますし、解説の意味も分かってきました。来週はその写真の解像度についてお話ししましょう。